手風琴、小川未明。秋風が吹き始めると、高原の別荘に来ていた都の人たちは、慌ただしく逃げるように町へ帰って行きました。そのあたりにはもはや人影が見えなかったのであります。一人村を離れて、山の小屋で寝起きをして、木を切り炭を焚いていた自助爺さんは、自然を恐れる町の人たちがなんとなくおかしかったのです。同じ人間でありながら、なぜそんなに寒い風が怖いのか、それよりもどうしてこの美しい景色が彼らの目にわからないのかと怪しまれたのでありました。これからわしの天地だと、じいさんは微笑みました。石の上に腰を下ろして前方を見ていると、ちょうど日があちらの山脈の間に入りかかっています。金色にまぶしく縁取られた雲の一団がその前を走っていました。先頭に旗を立て、馬にまたがった武士は剣を高く上げ、後から後から軍勢は続くのでした。じいさんは今から40年も50年も前の少年の自分、戦争ごっこをしたり鬼ごっこをしたりした時の自分の姿を思い出していました。山へ入りかかった赤い日が今日の見納めにと思って半分顔を出して高原を照らすと、そこにはいつの間にか真っ赤に色づいた山漆や七かまどの葉が火のように点々としていました。紺碧に暮れていく空のもとの祭壇にろうそくを灯して祈りを捧げているようにも見られたのです。よく剣ヶ峰が拝まれるとじいさんはかすかはるかに千個の雪をいただく鋭い牙のような山に向かって手を合わせました。それから自助じいさんが自分の小屋に戻ってまだ間がなかったのでした。どこからか風に送られて手風琴の音が聞こえてきたのでした。まだ別荘にいる人たちででもあるかな。じいさんは耳を傾けました。それにしてはなんとなくその音は真剣で悲しかったのです。その時小屋の入り口に立ったのは、破れた洋服を着てカバンを肩にかけ、手風琴を持った色の黒い男でした。見たことのある人のようだなと、じいさんが男の顔を眺めて言いました。村へ2、3度来たことがあります。田舎を回って歩く薬売りですよ。ああ、薬屋さんか。少し休んで行きなさいと、じいさんが男を小屋の中へ入れました。男はこの村へ入ってくるのには、いつもあちらの山を越えて、しかも今自分高原を通ってくるのだということを話しました。どんな薬を売りなさるのだ。じいさんが聞くと、男はいろいろ自分の持っている薬について話したのです。私が命がけで山に登って取った草の根や木の実で作ったもので、いい加減なまやかしものではありません。一本の人参を取りますのにも綱にぶら下がって命をかけています。またこの熊の井は自分が冬漁に出て打ったもので、決して他から受けてきたものではありません。だからこの薬を飲んで効かないことはない。私は嘘を言ったり偽ったりすることができぬ性分です。病気になって苦しんでいる人たちに分かりもしない滅多なものをやれましょうか。今は人を騙しても悪いと思わなければ、飲んでその薬が効かなくて死んでも毒にさえならなければ構わぬといった世の中です。私の親父も薬取りでした。そして命がけで取って薬を売って歩いて一生を貧乏で送りました。私も子供の自分から山々へ上がって
どこの崖には何が生えているとか、またどこの谷には何の草がいつごろ花を咲いて実を結ぶかということをよく知っていました。親父は、薬売りは人の命にかかる商売だから、滅多なものを持ち歩くことはできない、自分で取って作ったものなら安心して売ることができると言っていましたが、私がまた死んだ親父の後継ぎをするようになりました。この手風琴も親父が持って歩いたものです。じいさんは変わっている男だと思いました。町の薬屋へ行けば、この頃どんな薬でも他の町から来ている、そして光った立派な容器の中に入ってちゃんと効能書きがついている、田舎だってもうこうした売薬は流行らないだろうと思いました。こうして歩きなさって薬が売れますかい、とじいさんは聞きました。偽物が安く買われますのでなかなか売れません。薬ばかりは病気になって飲んでみなければわからないので、すぐに本物とは思ってくれないのです。都に行くとたくさん大きな工場があって、どんな病気にも効く薬をいろいろ作っているという話だが、おじいさんはそんな薬を信用なさいますかね。さあ、私は丈夫で薬を飲んだことがないからわからないが。男は寂しそうな顔をして、もう全く暗くなってしまった暮れ方の空を見上げました。おじいさん、この小屋の隅に一晩泊めてくださいますまいか、と頼みました。ああ、いいとも。これから里へ出るには大変だ。その晩二人は炭を焚くかまどの傍らで語り明かしました。夜風が渡ると降るように落ち葉が小屋の屋根にかかりました。夜が明けて男が出かけるときに、もしおじいさん、腹でも傷んだりしたときにこれをおあがんなさい、と黒い色をした薬を少しばかりくれました。何かな、これは。熊の井です。この熊は大きなやつでしたが。ああ、こんな高いもの私はいらんが。いくら達者でも人間は病気にかかるものです。また来年、来年来なければ明後年やってきます。もし来なければ綱でも切れて崖から落ちて死んだと思ってください、と男は言いました。じゃあお前さんも達者で、とじいさんは別れを告げました。秋草の咲き乱れた高原をだんだん遠ざかってゆく手風琴の音が聞こえました。変わった薬屋さんもあったものだ。じいさんは働きながら男の言ったことを思い出していました。それには真理がありました。可愛い孫が腹下しをしてわずか2日ばかりで死んだのであったが、せっかく買ってきた薬が何の効き目もなかったのが思い出されました。あの時この熊の井があったら助からないとも限らなかった。じいさんは男が残していった紙に包んだ熊の井を押しいただいて帯の間にしまいました。坂に一本の山桜があって、枝が垂れてじいさんの頭の上にまで伸びていました。今年の葉はもう散って枝は裸になっていたけれど、葉の落ちた後には来年咲く花のつぼみが固く見えていました。じいさんはそれを見ると、花が咲くまでに凄まじい嵐と雪の時節を経なければならないのだ。しかしこの若木は無事にそれをしのいで、幾度も春を迎えて麗しい花を開くであろう。が、こう年を取った私は、果たしてもう一度その花が見れるだろうかと思ったのでした。しかし療薬をもらって、
その考えが変わりました。じいさんはニコニコとして、急に仕事をするのに張り合いができたのでした。変わった薬屋さんだ。新人するので、神様が薬をお恵みくだされたのかもしれない。じいさんはまだどこかに手風琴の音が聞こえるような気がして、耳を澄ましていました。